Get ready for Tabata. Let's go。 はい、皆さんこんにちは。始まりました IPU ゴールキーパープロジェクト。今回はですね、4名の卒業生と Zoom を使ってキーパー談義を行っていきたいと思います。その4名というのはですね、1人目の選手はですね、1期生の上田選手です。現在は宮崎のテケバジャーロ宮崎というチームに所属しているんですけども、卒業のタイミングで福島ユナイテッド、そして今である鹿児島ユナイテッドに所属し、地域リーグ JFL、J3 と経験した非常に経験値の高いベテランの選手です。そして5期生の吉崎選手、現在は三尾琵琶湖滋賀に所属しているんですけども、大学在学中にヴィッセル神戸に強化指定選手で選ばれ、そして卒業後ガイナーレ鳥取に行っています。そして3人目が池上選手、現在高知ユナイテッドに所属しています。それまでは和歌山のアルテリーボ和歌山という地域リーグで活躍していたんですけども、今回セレクションを受けて高知ユナイテッド JFL の選手になることができました。そして4人目が10期生になるんですけども、1年生の時に IPU を中退して海外に挑戦したいということでドイツにチャレンジして、そして帰国して今テケバジャーロ宮崎に所属している赤塚選手、さまざまな過程を踏んで今 JFL に所属しているこの4名とですね、本当に熱いゴールキーパーの談義ができてますので皆さんお楽しみください。そしてちなみに私も JFL の元選手だったので、まあ、今の JFL と昔の JFL の違い、まあ、いろんなところでですね、紹介できたらなと思いますの で今回はですね、前編後編ということで、2部制でお送りしたいと思います。まず今回は前編ということで、久しぶりの再会からですね、楽しい会話ができてますので、ぜひお楽しみください。それでは VTR どうぞ。皆さんお久しぶりです。久しぶりです。一応大学生から何個か質問みたいなのをこう集めてて、まあ、それをいろいろ聞きながら膨らませていきたいなと思うんだけど、自己紹介みたいなのを、上田俊介です。今テケバジャーロ宮崎という JFL の、チームに所属してやってます。IPU 1期生です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ年齢でいく。吉崎博信です。今三井琵琶湖滋賀という JFL のチームでサッカーやってます。 IPU は5期生で卒業しました。以上です。よろしくお願いします。高知ユナイテッド SC の、池上直孝です。IPU の6期生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本当だったら10期生 10ですかね。去年の4年生で何期生ですか？10期生だね、10期生ですか、そりゃあれやな、1期生にしごかれたら何も反論できんな。何そんな話してんの、まいや、してないっすよ。JFL のテケバジャーロ宮崎で、プレーしてます。赤塚レイです。IPU は一応10期生なんですけど、1年の終わりと同時に中退をしているので、まあ、卒業はしてないんですけど、よろしくお願いします。お願いします。こうやって4人が集まって、忙しい中集まってくると本当に感謝しています。少し JFL の発展も含めて IPU のキーパーから発信できたらなと思っています。本当にこの4人はそれぞれ違う道を歩んで今 JFL に立っているんだけど、まあ、まず1期生の上田選手なんかは、最初福島行ったんだっけ。福島行って、あれ鹿児島のボルカ、鹿児島行って、で鹿児島ユナイテッドに合併して、そこから地域リーグ、JFL、J リーグっていう経験をして、福井ユナイテッドに行って、ユナイテッドばっかりで、今、テケバジャーロに帰ってきたっていう選手。そして5期生の吉崎選手は、ね、大学時代はヴィッセル神戸の強化指定選手に選ばれ、 J3 のガイナーレ鳥取に入り、現在琵琶湖ですね。はい、で6期生は池上選手はアルテリーボ和歌山、関西リーグでずっと活躍していて、今年、セレクションを受け高知ユナイテッドに入団と。あったんですか。
あります。で、レイは、海外にチャレンジしたいということで、ドイツに。何年行ったんだっけ？トータルで1年半ですね。1年半。はい。で、本当に日本じゃ経験できないことをして、そして帰ってきて、宮崎に入団したと。もういろんな道を歩んで、本当に JFL に活躍してくれている卒業生が今、本当に誇りに思います。在学生とかからいろんな質問を何個か聞いてきているので、まあ、ざっくばらんに答えてもらえたらなと思います。まず一つ目は、社会人サッカー選手あるある。あるある。あるある。だから結構幅広すぎてあれだけど、まあ、じゃあそこ引っ付けて、大学サッカーと社会人サッカーの違い、まずその辺を教えてもらいたいなと思うんですけど。まあ、でもあれじゃない、仕事じゃない、やっぱ。あ、仕事か。その一番はその社会人ってくくりがその J リーグ含まれるのか分かんないけど、俺はやっぱ J ので行ったところでやっぱ一番差があるのはやっぱサッカー以外の生活面でのところかなって感じ。ノブも J リーグで経験して、まあ、プロ契約になってで今仕事ってなったらやっぱり大変。そうですね、まあ、でも1年目もうまあ一応アマ系やったんで、うん、まあ、仕事しながらっていうのもやってたんで、まあ、さほど、まあでも働く時間が増えたんでちょっとしんどいなっていうところありますね。時間が増えてフルタイムまではいかないですけど、まあサッカーやる時間と、まあ、空いてる時間にジムとか行く時間ちょっと考えていかないとなっていうのはやっぱあるんで、時間の使い方やっぱ考えないとちょっと流されちゃうというか、今何やってんだろうなって思う時もやっぱあるんで、そこはしっかり自分もサッカー何のために続けてるっていうのを考えながら、やっぱサッカー好きなんで、まあ、目的をしっかり持った中でやっていかないと何のためにやってんやろみたいになるもんな。はい、ガミはそのまま継続みたいな感じよね。仕事仕事でサッカーをやるで戦うステージが一つ上がったみたいな感じよね。はい、じゃあもうこれからもワクワクしてる感じよね。ワクワクしてます。ワクワクしてます。引っ越こで、レイはドイツでは仕事してたの？いや、ドイツでは1年目は学校に行ってて、ドイツ語の学校に行ってて、でそこから実際 IPA の時にちょっとバイトしてたお金と、うん、まあ、正直、まあ、学生だからってちょっと親に少し仕送りもらって、で1年目でドイツ語をある程度覚えて、まあ、2年目でバイトしようかなって思ってた時に、まあ、ちょっと帰いろいろあって帰ってきたって感じです。うん、でそこからチームはどうやってこう見つけた？9月ぐらいに帰ってきたんですけど、うん、そこから半年間チームなかったんで、最初公園でやってたりとかして、でトスのユースの人に連絡して、でユースの練習に3ヶ月ぐらい、まあ、高校生混じってずっと参加してて、でその間にオーストラリアとかも行ったんですけど、まあ、帰ってきて、でトスの、まあ、スタッフの人の、まあ、紹介で、まあ、練習参加して加入したっていう感じです。宮崎に入ったんですね。はい、そうです。あ、じゃあシュン、他にその仕事以外でって言ったらどう、何が違う、なんかやっぱ背負うものとか。でもやっぱりね、JFL と J3 でも違うし、まあ、やっぱり地域リーグとか JFL でもさ縮まってきたけど、まあ、やっぱりなんかサッカーに対するなんだろうシビアさ、やっぱりカテゴリー上がれば上がるほど、まあ練習の一つのプレーがもう本当試合に出るみたいにかかってくるし、逆に下のカテゴリーだとやっぱりある程度練習で適当にやってても試合でいいパフォーマンスすれば出れちゃうっていうのはまああるかな。だからやっぱり大学生の時もその感覚はちょっとなんだろうな、遊びの延長線じゃないけど、まあちょっとノリで乗り切っちゃうとかと大学生あるじゃん。まあやっぱそういうところやっぱりカテゴリーが上がっていけば上がっていく。だから俺も J3 までしか行ってないから、多分 J2、J1 って言ったら多分もっとシビアになってくるのかなっていうのはやっぱり感じたかっていうところです。やっぱそこはもうシュンとかノブはプロで経験してるから、シビアなね、ポジション争いだったりっていうのは経験してるだろうし、レイなんかも海外でそのシビアさは多分ね、多分ドイツとかも特にあれじゃない、他のリーグだったとしてもすごいもうやっぱあれなんじゃない、ハングリーというかね。ああ、そうっすね。素材がありそうな選手みたいなのはうじゃうじゃいるんで、キーパー大国って言われてるだけに、まあドイツ人だけじゃなくて、ドイツってなんかいろんな国のやつがいるから、例えばお母さんがセルビア人でお父さんがドイツ人みたいな、国籍セルビアとドイツみたいな2つ持ってる人とかもいるんで、うん、なんかそういう選手が結構多かったんで、
上手い選手というかはやっぱいましたね。いろんなリーグの練習も行ったけど、はい、ガミなんかはあれよね、これから地域リーグ、まあそこから日本リーグっていうところに入っていく上で、はい、どういろんな覚悟とかあると思うけど。覚悟、まあそうですね、まあ自分自身はまあそのJリーグで活躍するというのを目的に目標に頑張ってるんで、まあまだ過程の段階ですけど、はい、しっかり JFL で活躍して、まあ一つ階段上がったもんね。はい、まずそういう部分でもいろいろ。じゃあ次は、まあ、大学時代を振り返ってみたいな、多分それぞれ時代とともに施設だったり環境だったりね、もう俺自身もたくさん伝えること の教科書も増えてっていうところでいくと、旬なんかはね、やっぱまだまだ俺は指導者としてもまだまだな時に一緒に歩み出したみたいなところがあって、まあ、大学を振り返ってちょっとなんかいろんなことを聞かせてもらえたら、まあ、今後俺自身も活動する中で生かしていきたいし、大学から上目指していくっていう時にこのなんかいろんなところでヒントになればいいかな。まず旬からちょっとどう、はい、大学時代振り返って、うん、やっぱり俺の時はね、検査してると思うけど、土出ますさ、みんなで原付で大学から20分30分が離れたあの土のグラウンドにさ、キリンビールのところに行ってたもんさ、ね、どうだろうな、今の環境でやれてる人はすごい羨ましいけど、ね、1年生からやれてて、あの施設も含めて学食とかも含めてやっぱ栄養もしっかりとれて、サッカー以外のところの面でのトレーニングサポートもしっかりしてるし、まあ、そういう専門家の先生がいるところではすごい羨ましいし、もうそういう本当に上目指すんだったらそういう目指せる場所にはいるんじゃないかな。俺でだってここまで行けちゃったんだけど、この4人はやっぱ特別ね、努力をして自分で掴んだところがたくさんあると思うから、あそこにプラスアルファこう施設とかそういうところをね、うまく有効活用して自分のレベルアップにつなげるっていうのは大きな、まあ、本人次第かなとも思うけど、うん、じゃあノブさんどうですか。シュンさんも言ったんですけど、新芝あってトップガン、まあ、その筋トレできる場所もあって、まあ、その技術だけじゃなくて体の作り方とかも全部サポートしてくれる専門家の人もおって、やっぱ環境は自分の時よりもやっぱ全然良くなってると思うんで、まあ、あとは本当ケンさんも言ったように、自分の目的持って、目的意識を持ってしっかり上目指してっていうのをやっていけば、サッカー仕事にできると思うんで、自分次第ですね本当に。俺とお前カットだよ、同じこと言ってるから。そうだ、カットかぶってるから。どっちかカットで、完全に引っ張られてます。今ガミさんのフリーズして頑張って考えてる。やばいっすね。かぶらないように頼むよ。かぶ、いやめっちゃ思ってるほどね、もう先出ちゃってるんですけど。いや、まあだから今の環境はいいねっていうことを今言ってくれた。で今度は自分の時どうだって。まあ言って、まあ今と比べたら、まあ、まあ今の方がいろいろ新しいのできて、設定できていいかもしれないですけど、まあ僕の時も十分、すごいいい環境で、で、まあ、やっぱり今のその状況と比べると、すごい何やろ、自分次第でどんどん伸びていけるような、まあ、環境ではあったんで、まあ、やっぱりそういう場所にいたら、なんかそれが当たり前みたいな感覚になりがちで、まあ、僕もちょっと若干そういうとこあって、まあ、うまく施設を使い切れてなかったかなっていう、今はちょっと後悔じゃないですけど、あるんですけど、まあ、やっぱ今の JFL とかで、まあ、地域リーグとかでプレーしてたらそれがまあ当たり前じゃないんで、まあ、そこをちょっと自覚っていうか、まあ、ちょっと意識してやっていったらいいんじゃないかと思います。OK、うん、で1年しかいなかったけど、どう、まあ、振り返ってというか、プレー頼むよ。まあ1年しかいなかったんですけど、その最初、まあ、一番感じたのは温度差というか、まあ、その例えば自分が、まあ、そのいたチームっていうのはこう鳥栖のユースにいて、みんなこうプロを目指してやっていく段階だったんですけど、まあ、そういうから大学入ってやっぱ部員ももちろんこう多い中で、なんか いろんな目的でサッカーしてる人っていうのにちょっと自分は最初ちょっと戸惑って、まあ、ただその中でも、まあ、その自分を持ち続けた人たちだけがやっぱり上に行ける、大学サッカーからまあプロに行ったりする人とかが、まあサッカー続けたりする人が多いと思うっていうのは、まあ特に今になって感じるんで、まあ自分もそこまでできてたかちょっと
思わないんですけど、まあそういうやっぱいろんな誘惑があると思うし、まあ誰が言っても大学4年って結構みんな時間あるよとか、まあ結構もう暇だよっていう人も多いし、まあでもやっぱその中でなんかこう生きてる目的みたいなのをちゃんと持っとかないと、まあ、結果なんかその自分がなりたいものとかたどり着けない場所にはいけないので、まあそういう自覚を持つことは難しいんですけど、まあ持つことが大事かなと。学生ながらでもね、学生でもそういうところを持たなきゃいけないですね。そこは一番1年間ですけど感じたところかなと思います。はい、前編いかがだったでしょうか。本当にですね、大学時代の経験を得て今があるんだということは本当に僕にとってもですね嬉しい言葉でもありますし、こういう地方からね、JFL で活躍できる選手を育成するというのは本当に、今でもしっかりとした目標でもありますし、引き続きですね、JFL そして J3、J2、J1 とですね、上のレベルで活躍できる選手を育成していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画よろしければ高評価をつけていただき、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、後編をお楽しみに。